この生き方っていうのをね、今ね、見失っちゃってます。特に豊かになって、現代になって、文化が発達すればするほど、何かって言ったらね、生きか、野暮か。この価値観。ね、生きなの？野暮なの？どっちなの？みんなね、得なの？損なの？正しいの？間違ってるの？こういうのを学校教育でガンガン押されるじゃないですか。正しいからやります。間違ってるからやりませんとか。儲かるならやります。儲からないならやらない。考えてみて、自分は粋な方なのか、野暮な方なのか。粋なのか、野暮なのか。これすごい大事。誰も最近考えないでしょ。でも、本当にね、人生をね、何倍も面白く生きようと思ったり、主役で生きようと思ったら、この哲学持った方がいいですよ。粋か、野暮か。儲かる、儲からない。それはまあちょっと後で考えましょうよ。でも、そのことは粋なの、野暮なの。決定的な違い何か。野暮な人はスポットライトが全部自分なんです。野暮でしょ。自分に得だったら頑張るけれども、ね、得じゃないんだったらやらない。粋な男たちはね、全部スポットライトが相手なんですよ。相手。これがね、粋な生き方かな。儲かるか儲からないかは分からない。その瞬間的に考えたらおそらく儲からないでしょ、粋な人っていうのは。でも時間軸で考えたら、必ずそれが何倍にも返ってきたりとか、そんなことがあるし、別に粋だから、もう粋なだけで十分元が取れてるから、結果的に儲からなかったとしても、お金じゃなくね、何かを儲けてるよね。違う何かを。損得感情だけではない。ね。だから、粋な人っていうのは、得をするかどうかよりも、粋な生き方っていうのは最終的にこっちの得が得られるような気がするんです。ね、このお得な方じゃなくてね、そんな感じしません？だからこれからの人生、ちょっとね、生きかどうかっていう一つのフィルターを持ってください。この仕事、なんか頼まれた。なんで俺ばっかり？なんで私ばっかり？いつもこういう大変な仕事、クレーム処理、私に回ってくる。でも、これを快く引き受けて、OK っていう方が粋なのか、ブツブツ言いながら、なんで私ばっかり、あの人はいつもやってませんっていう方が粋なのか、ね、どっちが野暮なのか。もう知ってるわけです、私たちは。そうすると、よし、粋にやってみようかなみたいになると、自分の中のストレスもないと思いません？何も得ていないという勘違いからみんなストレスになってるだけで、粋で得を得てると思えば、ちょっと頑張れません？そんな感じですよ、人生って。で、今日はね、本当に、このスタンドバイユーの第2弾の書籍が発行できたのはですね、後ろに、あちらのコーナーですね、読書のすすめさんっていうね、素晴らしい本屋さん来ていただきました。粋なんですよ。普通じゃ売れないですよ。布教活動をしていかないと。なんか本屋だと思って選んでると、店長の清水さん、そーっと忍者のようにやってきてね、君ね、こういう本読まないとダメだよとかってね、プレゼンしてくるの。何冊も何冊も。だいたいみんな1万円ぐらい買わされてね。でも、それが口コミで広がったり、で、タモリさんがね、昔テレビでやってた、エチカの何でした？鏡でしたっけ？そこで、月に1回ぐらいですね、読書のすすめのコーナーみたいなのがあって、清水さんがこれ面白いと、本当に面白い方向を紹介している。その清水店長が、この第1作目ですね、この Life is Beautiful をものすごい高く評価していただいて、なんと一書店がこの無名の人間の本をね、気に入って、そのプレゼン付きで500冊販売してくれたの。僕や何かはセミナーとかでね、自分でプレゼンできますから売れますけれども、本屋さんが全くこの無名の人間の本、こんな面白い本ないって言って、めちゃくちゃ紹介してくれて、500冊って普通考えられないですよ。後ろで、読書のすすめさん、本たくさん売ってくれますから、あれ間違いなくね、いっぱい買った方がいいですよ。岡根義樹おすすめの本ばっかり置いてます。その中でも、今日3セットしか置いてないというね、1個おすすめたいのが、もうこの、粋な生き方ってどういうことなのか。自分にスポットライトじゃなくて相手にスポットライトっていうね、この生き方が、なんと漫画で教えてくれる本持ってきてもらってます。もうそれ読んでも超感動して面白くて。墨光っていう漫画なんです。全7巻なんですけども、3セットしかないですから3人しか買えませんからね。もうこれ早いもん勝ちですよ。墨光って多分知らないと思いますけど、もう20年近く前に、なんか少年誌で連載されてた漫画なんですけれども、孔子とか孟子だったら、皆さん聞いたことあるでしょ？中国のね、偉い人ですよ。孔子、孟子。もう一人、墨子、墨樹の墨。墨子っていう人がいたんですけども、時代から抹殺されてるの。その当時の政治に対してアンチなことをやっていたから都合が悪くて歴史上から完全に抹殺されて、書物も全部焼き捨てられていて、もう口伝えでしか残ってないんだけども、つい最近書物の一部がねまた発見されて、またブームにちょっとなってるんですけども、自分たちで皆さん牧師っていうのね書いたら調べていただければと思いますけども、基本的に牧師っていうのは完全にこの粋な生き方を推奨していて、自分のためには絶対に戦わない。だから自分から攻撃をしない。喧嘩を売らない。その代わり、仲間を守るためだったら、攻撃されたら、ものすごい戦いが強い。しかもね、えげつないの。まあ、この、牧師という人の弟子たちを牧歌って言うんですけどもね、家っていう字を書いて、墨の家、牧歌の人たちの戦い方がえげつないの。絶対に勝つの。たった一人でも一つの国を倒すぐらいの力を持ってるの。めちゃくちゃ面白いよ。でね、途中でね、その牧歌たちの戦い方、えげつないと思ったの。虫とか使うの。虫。イナゴ。イナゴをわざと凶暴化させて、イナゴの力ってすごいのね。一つの村とか町を全滅させるぐらいの威力を持っていて、それを操ることができるの。イナゴをあることをすることによって凶暴化させて、そして狙い定めた町全滅、ブワー、えげつないよ。面白いでしょ。表の戦い方ではなくて裏の戦い方、これがね本当に響くんです。そして僕はね、この牧歌の人たちね、もうこんな粋な生き方あるのかなと思って感動したのが、死んだ時に自分の死体を粗末に扱われれば扱われるほど嬉しいんですって。意味が分からなかったでしょ、ね、僕も最初読んだ時意味が分からなかったんだけども、自分なりに考えて咀嚼して考えて出た結論っていうのが、綺麗に埋葬してもらったりするとこの肉体っていうものを生かすことができないんだよね。彼らは死んだら高い崖の上から下に突き落としてもらって、鳥とかについばまれたり他の動物に食われたりするのが一番幸せなんですって。また循環させよう。自分のもう爪の先まで還元しよう。何かの役に立とうとする、そういう粋な生き方。ちょっとね鳥肌が立ちました。そんなのさ嫌じゃない。家族がさ死んだ後崖の上からポイって捨てられて動物とかに食い合わされたりよりも、お墓に入れて骨にして、ね、土で眠ってってやりたいじゃない。もうそんな小さな魂じゃないの。もうね宇宙魂で生きてる人たちが牧歌の人たちで、その人たちのその守るための戦い方、守りの極意みたいな牧歌。ほらもう読みたくなってきたでしょ。3セットしかない。3セットしか、ね、今ちょっと読みたくなった人、うわやばいよやばいよ、なんで3セットしか持ってこないの。皆さん、自分のために戦ったりしないでくださいよ。それもそんなの僕を読む資格がないですからね。譲り合いながら奪うんですよ。どうぞと言いながら相手のどうぞのタイミングで、あじゃあみたいなね。最後までご覧いただいてありがとうございます。他の動画もですね必ずご覧ください。それではチャンネル登録よろしくお願いします。